よし。よし、やるか。どんどん参加してきてるね。さてと、本日もやっていきましょう。ポケットモンスターバイオレット。さてと、前回、お宝欲しいですか？宝箱欲しい？宝箱欲しい？びっくりした、乗っとるんかと思った。おお、びっくりした。ミライドン変わったかと思った、一瞬。これはちょっとびっくりする。一瞬ミライドンのなんか別のポケモンに変わったかと思ったわ。頑張れー、頑張りますー。さてと、じゃあね、今回は2周目のジムリーダーやね。で、結構頑張って、なんか電気がついたり消えたりしてるぞ、向こう。で、虫タイプのジムリーダーの確か最初は。いいですか？わかんないけど、知らないけど、まあ、あんまりそのシステムについてはよくわかってはないけれど、まあ、とりあえず、まあ、うん、どうぞ、みたいな。どうぞ。わかんないけど、どうぞ。で、問題は、炎技を持ってるやつが誰もいない。あ、待てよ。海竜が持ってるか？多分海竜が持ってるか？ロンギウスよ、ロンギウス強いな。173回にしました、ありがとうございます。あ、暴風がいるかな。とりあえず、ヤマトに、地震よりかは、神速ってなんだっけ、必ず先制攻撃できるだっけか。暴風がいるね。相手が虫タイプのジムリーダーだとしたら、暴風にして、よし！じゃあ、2周目のジムリーダーに行こう。さてと、今日も果たしておすすめになるかどうかは分からない。おっと、おるじゃん、すでに。どうも、パティスリー、ムクロジ店長の楓です。あらあら、もしかして噂は新チャンピオンであったかしら。そうです、私チャンピオンです。はい、私チャンピオンですよ。やった、大正解、スイッチさん強かったもの、私のケーキとっても美味しそうに食べてくれたし、そういう子は伸びしろがあるんです。おー、ケーキが好きな子は伸びしろがあると。あるトップチャンピオンのお使いで来たんですね。こんにちは、オムさん、こんにちは。トップの視察があるとすっかり、おい、スタッフに景気配りに来てたおかげですっぽかさずに済みました、ラッキー。さあ、チンチャンピオンの力味にさせていただこうかしら。行きましょうじゃないか。早速ジムリーダー2周目、うふ、楽しみな場所を移しましょうか。さーてと、行くか。本日もなかなかおすすめにならないかもしれないが、思い出すわ、水神さんのオリーブ転がしっぷり。まるで格闘タイプにテラスタルしたような勢いだったこと。こう、水神、お、ちょうど朝になってきたよ。水神さんにとってうちは何回のジムだったんでしょう。セルクジムは学校から近く最初のジムに選んでくれるトレーナーさん多いんですよ。だからお菓子のように甘く戦うよ、トップラ。言われてまして。でも虫ちゃんたち負けてばっかりだとかわいそう。こういう機会だと本気出せるから高まっちゃうわ。完膚なきまでひねって差し上げますね。さあ、朝になったぜ。ジムリーダーの楓が勝負を仕掛けてきた。おーっと、早速虫タイプ進化してるじゃないですか。んで、今日はビターに来ますと、負けても泣かないでくださいね。6体じゃ、5体か、5体になってるね。まあね、ここは暴風使うよ。飛びかかる。攻撃を下げるな。あれ、ちょっと待て。じゃあ竜の前積んどっかな。下がったぐらいだったら竜の前、しかしうまく決まらない。竜の前を積んでいく。334回いいねしました、ありがとうございます。暴風おどう。
ナイス、いいね。いいよ、余裕かな、これは。誰も知らさずに行くよ。フォレトス、フォレトスって岩がなかったっけ。あれ、フォレトスって虫、岩だよね、確か。岩入ってる。え、違う、虫草か、わかんねえ。わかんねえな。暴風やっとこう、とりあえず。え、そんな当たらん。おお、待て、攻撃上げていく。え、暴風って何倍、命中70か、 70% か。それはちょっと外すことあるな、結構。じゃあ、残るは頑丈。やめろよ、もうジャイロボール。おい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 、まあ、ちょっとここはどうせ相手も回復の薬を使ってくるだろうから、コウさんいらっしゃい。相手も回復の薬を使ってくるだろう。すごい、マジ、ちょっと待って。ダメ、ちょっと待って、それを使うのは聞いてない。ちょっと待って、それは使うのは聞いてないぞ。ストーンエッジ使うんかい。ストーンエッジ半分くらい、これ。あー、ギリ半分くらってないな。でもどうせあとこれだけなの。これだけだったら命中80のアイアンヘッド先にしとこう。よしなんか目が飛び出たぞ。いや、フォレトスの目飛び出たぞ。ひしょいことあったぞ今。エラクロス、またこれもストーンエッジ使ってきそうやな。こいつは虫飛行やったかな。虫飛行やったっけ。あー、このままでいくか。いや、チョンポコの凍える風はあるな。よし、チョンポコの凍える風さ、4倍かな。虫飛行、虫格闘だったっけ、どっちやったっけ。あ、どっちやったっけな。あ、ドレインキッスは効果抜群なんだ。あ、そうなんだ。へえ、ドレインキッス効果抜群か。インファイト大丈夫。おお、マジか、マジか。だ、でもまあ、ドレインキス効果抜群で回復する、回復ができる。どれぐらい回復する。お、まあ、これだったらインファイトで死ぬことないでしょ。インファイトで死ぬことがないから、これドレインキスで OK か、勝てるか。おお、あっぶねえ、あっぶねえ、びっくりした。あっぶねえ、チョンポコ死ぬのかった、あっぶねえ。しかもメロボディー、なんで効果抜群かどうかは知らないけれど、まあいいだろ。危ねえ。ちょんぽこしてるとかやった、危なー。Hさんいらっしゃいませ。ワナイダー、なんやそれ、ワナイダーって、なんやワナイダー、知らんぞ俺。とりあえず何体目、いや4体目か、次4体目か。何やワナイダーって。今日は早めの配信でー。あ、こいつか。なるほどね。さあ、どうするワンチャン外す可能性もあるけん、ちょっと回復化しとこう。外す可能性を考慮せんって感じよね、ちょっとさすがにね。だからちゃんと回復はして、地獄好き。 OKOKOK、 大したない。じゃあ暴風でいけるわ。スレッドトラップ、え、なに。そう、ジム2周目、これジム2周目だからクソ強えよ。ちょ、待てー、なんなんこれ。ちょ、守る以外に守る系の技なんかだいぶ増えてくる、増えてすぎじゃない、ちょっと増えすぎじゃない、そういう技。なんで当たらんの。ちょっと待て、もう 70% ぐらいサクッと当たってくれよ。よし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 
リングマだけど、どうせ虫タイプに行くんでしょ。虫タイプは忍耐力超リムから飛びつくわ。まあまあまあ、どうせテラスタルするんでしょ。テラスタルして虫になるな、分かってるから、こっちもテラスタルした方が、一応こっちも一応テラスタルして、で向こうもどうせテラスタルするんでしょ。で虫タイプになるし、で暴風で片付ける、飛んでいく、大丈夫、いけるよ。クマちゃん、あんたの浮かした姿を見せて、クマなんだけどね、クマだけどね、虫ちゃうけどね、クマ、完全にクマやけど虫にしちゃうの、それは。なんかダサいな、なんかダサいぞ、こういうかっこいい系のポケモンがさ、ちょっとなんか虫はちょっとダサいぞ、あれ。オーケー、ナイス、夢特性ガラルニャース、夢特性ガラルニャースとかあんの、立派に浮かされたんですね。そうだぜ。アーディス、いらっしゃい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。昼になっちゃった、すっかりトップに引き戻ったら、結構のお手前出した。あー、本気で勝負して負けて気持ちいい、気持ちいいか。あんま戦いすぎるのは相手にも自分にも良くないのかも。料理の推しをハイダイさんにももっと楓らしく言われたし、これから俺はもうちょっと自分らしくやっています。自分難しくなったって言われたらビター味になったって言い訳しちゃおう。それではまたお会いしましょう。よし、まずは一人目撃破。まあここまだ11人しかね、閲覧いないからね。おすすめに乗り始めたらまた言えばいいんじゃないの。とんかつさん、いらっしゃいます。あとね、10分ぐらいしたらね、さすがにね、おすすめに乗り始めると思うから、おそらく、うん、100人以上ね、まあ多分ね来るはず、うん、人がね、おそらくね。よいしょ、回復回復。通知来なくて分からなかった。送ってもらった。誰に何を。人影色、人影、なんで人影が、え、何、あ、なるほど、バイオレットじゃないってことか。今やってるのはスカバじゃないってことね。で次、次どこあったっけ。次はこっちか、こいつか。あれ、スカーレット、なんで人影が出るの、人影なんでスカーレット出るんや。あ、なんかテラレイドバトルがリザードウンタラカンタラが今日から始まるとかって、なんか確かに聞いた気はするな。確かになんかそんなこと聞いたな。こいつは何、 こいつ何、踊り鳥ってかやつ。あれ、俺このポケモン持ってねえな、この辺のポケモン。このインコとか、このこいつ持ってねえな、そういえば。踊り鳥か、まあ別にいらねえや。ナメプリアイアンヘッド、よいしょ。イキリンコね。よー、じゃあ2人目のジムリーダーをもうサクッとしばいていきましょうよ。ちょっと草やな、次草よね、草やから炎タイプのやつは結局ないから、まあヤマトの飛行技でなんとか、まあもうまた倒すとしよう。スクイクツカイデスさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アヴァンギャルド、貴様はスイチンやアーティスト、スイチンギャルドチャンピオンです。そんなことどうでもいい、貴様との芸術的な戦いを思い返した、毎日どうも相まみえたいと願っていたんだ。来てくれて嬉しいぞ、離れ自然に感謝だ。
このトップチャンピオンと会う予定だったかキャンセルだ。私と芸術について語らないか。いいえって言ったら落ち込むかな。なんだトップチャンピオン代理としてきたのか。まあいい、貴様の定め聞かせることができるのはどういう理由でも構わんからだ。さあそいつに芸術の扉を開く準備はできているな。はい、いいよ、しおさん、ごめん。アバンギャルド、それでは扉に向かうぞ。リザードン倒した。いや、嘘じゃない、嘘じゃない。チャンピオン。いや、俺チャンピオンやって。チャンピオン倒して俺チャンピオンになったから嘘じゃないよ。合ってる。見てみろ、スイチン。ボールの風車を。このパルディアを流れる風を受け、ゆっくりと力強く回っている。あそこから事務調整者の眼前に私が飛び降り調整で登場すると、戦いにより深みを増すだ。あ、そうですか。さすがスイチン、分かってくれる。今回私が足を痛めずとも最高傑作が生まれるので割愛するかな。私たちは、互いに表現者これ以上言葉はいらないだろう。さあ、準備はいいな、合作開始だ。行くぜ。ジムリーダーのコルサが勝負をしてくれた。どれでゆう。さあ、やろうじゃないの、2周目。スイチン、どんな作品を想像しようか。まあ、ここはね、暴風。うわ、はい、はい、まずは1位アマージョ。まあどうせ全部草タイプやろ。どうせ使ってくるのは分かってる。草タイプなんだな、アマージョ。ちょっとテラサでしょこう。ワンチャンね、ワンチャンちょっとねフェアリー技を使ってきそうな雰囲気があるからね。もしかしたらちょっとフェアリー技を使ってくる可能性がある感じのね風貌をしてるから、ちょっとテラスターだけしておこうか。うん、こっちは斧を頭にね、頭に斧が刺さっとるけど。海竜の頭に斧が刺さっとるかもしんないけど、まあこれでいても。オーケー、何の苦戦もあらへんで。見逃さ。暴風、はーい、やばい。オリーバー、何オリーバーって知らんぞ。また変なやつ出てきたな。何こいつ、何こいつ、知らん。初めて見たぞこのポケモン。オリーブの木じゃん完全に。まあ倒せるけどね、倒せる。こぼれだね。足元に草が生い茂った。わあ、嘘っき。岩草合ってるよね。暴風でいけるか。まあいけるか、いける。コンセプトは植物の根強さ。茨の時は助けに来るぞ。チャンピオンテラスタラ使うのみっともなくないもん、なくないもん。相手もテラスタラ使うからのそんなことないもん。あ、間違えた、今説やった。あ、いいのか。あ、どうせ草タイプになきゃいいかな。どうせテラスタル草タイプになきゃいいのか。期待に答えよう。嘘から出た誠。ベアト2。テラストル。わお、頑丈かい。待て待て、頑丈かい。私の思いがお前に草よ、変えろ。それ笑えってことか。さわけ、食らわへんぞ、食らわへんぞ。あ、体育回復すんのか。まあ最後防具で決めちまえよ。てか相手、あ、ちょうど外した。てか回復今回使ってこないんだな。リザードンゲットしてない、リザードンなんかあるらしいけれど、どこでそのテラレイドバトルっていうのをするのか俺よく知らない、調べてないや。リザードン強いのかな。最後もうアイアンヘッドでいいや。アイアンヘッド、さあいけ、頭の斧で、頭の斧で切り株にするがいい。ウソッキーは
おつ今日早いよー。よーし、2人目撃破。マップ見たらすぐ分かんな。アヴァンギャルドゥ渡る妖精さん、フォローありがとうございます。さあ、閲覧人数が3桁を超えたところで、ここで配信が面白いと思った人をフォローよろしくお願いします。勝負の背中流れるように色彩を変える独創的なグラデーション、荒々しく揃えて優しい、絵も言われぬコントラストに脱帽だ。貴様との戦いはいい、芸術は始めた頃の初めての気持ちを思い出させてくれる。あれか、中学校の時に初めて自分で自作の漫画を描いた時とかかな。そういえばトップチャンピオンの視察を書いているのだったな。まあそちらって言って報告してくれ。ああ、インスピレーションが止まらん止まらんぞ。自作の漫画描きたくて描きたくて止まんないぞって、新作の制作に取り掛かるがこれにて失礼するさらばだ。サインドさん、フォローありがとうございます。ね、レベル100じゃ勝てねえ、勝てねえ。星6レイド解放されてたら、あ、じゃあ無理だ。星6レイド、熱盛の人や、熱盛の人っていう認識であるんだ。ちゃんと熱盛の人って認識俺あるんだ。よかった。ライブでは熱盛の人ではなかったりあったりするんでよろしくございます。どこが似てんねん。確かに俺は中学校の頃自作の漫画を描いて今でもあの実家の倉庫の中に眠ってやおるけれどさ。で次3人目ここかな。なんじゃもかな。よし3人目なんじゃも行くぜ。高円寺さん、ほら、ざます。黒歴史になってない。だって別に誰かに見られたわけでもないから黒歴史になってない。でももしやね、例えば俺に子供ができて、おばあちゃんになった俺のママが、見て、あんたのパパが中学校の頃に描いた漫画用とか見せられた時は死ぬ。その時は俺死んでしまう。自信あるやつやけんとだ。で、ボックスからあいつを取り出そう。アジャコング。ロンディースも水地面やけん、こいつも言っとこう。よし、そんな感じの力する。そっか、スッチョ彼女いたっけ。さあね、おるかもしれないし、いるかもしれないし、いないかもしれない、いるかもしれないし、いないかもしれない、リザードン捕まえてないです、リザードン捕まえてないです。テラレイドバトルがね6になってないからね。トップの目玉エレキネット、何者なんじゃ、なんじゃもです。おはこんハロちゃおおはこんハロちゃおお、これ流行るかな、おはこんハロちゃお、俺も言ってたみたい。で、おもだかしじゃないじゃん。トップの代わりです。え、スイッチ氏が新チャンピオン、トップの代わり。そう、ちょっと前ジムテストしたときに実力シビルドンだ。シビルドンも登り。え、そこはギャラドスくらいじゃないの、そこはシビルドンなの。あれでしょ、恋の滝登りみたいな感じで、え、恋登り違う、なんだっけ、実力うなぎ登りか、そうか、うなぎ登りだからシビルドンでいいのか。ってことは今、スイッチ石とコラボすれば僕の日記ももっとムハウハに、バズるでバズるで、その脇、そのなんか、脇から見えそうな脇毛があるかもしれない、その脇もみんなにもっと注目されると思うぜ。なんじゃもスイッチに好きだって、やったぜ。ジェミニーさん、バラありがとうございます。はい、わかった。オケオケなるへそ物語。トップの代わりに視察に来た君に、なんじゃもの本気見せたろやないかい。んじゃもう早速本気バトルやっちまう。いいにしてみよう。ギャラリーに告知とくからさ、戦う気だったら声かけたよね。ああ、普通になんか落ち込んだりはしないんだ。本気バトルやきになったのかね。はい。おーし、それじゃあバトリバイを赴くよ。嘘、いや嘘じゃない、いや本当だ。 YouTube 収益申請通った通った。そうなんかね、あの収益化申請通ったからね、ちょっとね、お金がちょっとずつ入り出した。昨日14円入ってたのちゃんと見た。うん、ギフトありがとうございます。今日高校の合格発表だったんですけど受かってました。よかったじゃん、おめでとうございます。どんなもんじゃ TV をご覧のみんなのものを運んちゃはらちゃおなんじゃもです。今日のゲストは成り立てほやほや新チャンパーのスイッチンシだ。スイッチ知ってば、ジムリ界隈って何激バズな話題中心なんだよ。思えば君のジムテストっぷり超ビリビリって来てたんだよね。どんだけバズる動画になるか今から数値が楽しみすぎる。じゃあもう動画の引きはこのくらいにしといて、皆のものも持ちかで、そろそろバトル行ってみようか。
YouTube チャンネル登録してきました。ありがとうございます。14円。ジムリーダーなんじゃばがめったに見れない。本気出してみた。14円あったら俺はうまい棒買うこともできるぜ。行くぜ、頭こいる女。はい、待ってー。おい、地面技がいきなり効かないやつを出してくるんじゃあねえ。ちょっとバカ野郎。本気なんじゃばプレミアゾーン目を超えるにして、視聴せよ。いきなり地面技食らわないやつでねか。仕方ねえ、岩石封じだ。追い風。今うまい棒は12円なんだぜ。うれえ。あー、ちょい残るか。素早さ下がるなら岩石封じも食らい。ナイス、当たらない。自分にいたことに負けてたまるかい。え、11円だっけ ?12 円だ。え、12円 ?12 円と思う。レントラー行くぜ、そのまま戦う。今日の俺は絶好調。誰も死なずに全員ぶち倒す。ジムリーダー、ジムリーダーを全員しばくぜ。自信行くぜ。嘘、待って。びっくりした、びっくりした。びっくりした。焦った。あぶねー。丸まい、もうないよね、もうないよね。大丈夫だね。ふー、とりあえず回復。収穫旅行費削ってスカーレット買ってしまうし、後悔しませんか。3時間半しかできませんな。だってまた集めればいい、また金を貯めればいい、また金を稼げばいい。ふう、ちょっとね、氷はね少しビビるよ。地震。え、待って、ちょっと待って、おいおい、電磁浮遊でなんや。待って、浮かび上がるってことはまさか、なんやそれー。なんだよ、ふざけんなよ。そんな対策してきてしてくるところ聞いてねえよ。もうガス気持ちでいこう。よし、ビーチにもやってね。あ、全然食らわんな。いつガブリエル、ガブリエル取った。ガブリエルではないけれど、ガブリアスです。あー、どうしようか。激凛でいいかな。大丈夫よね。激凛怖いもんな。相手の方が素早さが速くて、こっちが激凛してる間に殺される可能性もちょっとはあるけんな。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、いけるか。だったらテラスタルしとけばいい。テラスタル激凛しとこう。うん、せめてね。あ、待って、これ水たまりだね。待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待て、しまった、ミスった、しまった、ミスったしまった。氷タイプの技がもしかしたら来るかもしれないやつ、テラスタルしようと思ったけど、よく考えたらこいつ水タイプのテラスタルじゃねえか。トータルサンフォーラーズ、ちょっと待って、それはまずい、それはまずい。腹、ああ、オッケー。あ、ここで入れ替えればいい。ここでは入れ替えられる。よかったよかった。ここでは入れ替えられるから大丈夫や。ここで入れ替えよう。よし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 。あ、よし。お前、ロンギヌス行け。ロンギヌス。なんか雨降ってるやないかい。あらばり。時短だ。どうだ。あー、まあこれぐらいか。充電した。まあまあ電池屋さん食らう。え、なんで、なんで、なんで、え、こいつ地面あるじゃないの。なんでと、あ、テラスタイプが地面なだけであって、しまった、ミスった。テラスタイプが地面なだけであって、こいつ普通にタイプ水だった、ミスった。しまったー、こいつテラスタイプが地面だけやった。いやー、やっちまったー。待って、ちょっと待って、ちょっと対策を練ろう、対策を練ろう。ちょっと待って、お腹が痛いからちょっと取りに行ってくる。
お腹がちょっと痛いぜ、お腹がちょっと痛いぜ、お腹がちょっと痛いから、ちょっと待って、せいろが飲ませてくれ。せいろがもうちょっとこれから配信で、もしかしたらね、あのあれだからね、配信でトイレに行きたすぎて何回もトイレに行くようなことになったらいかんから、ちょっとせいろが飲んどこう。うん、俺お腹弱えからな。よし、オッケー、せいろが飲んだ。ちゃんと家にせいろがを常備しとかんと分かんねえ俺は。よし、OK。 さーてと、ちょっと待って、テラス死んじまった、やっちまった、ロンジヌスが死んじまったな。うわー、一人ここで死ぬことになるとあんまり思ってなかったけど、どうしようか。あと腹張り、まあまあアジャコングな、テラスタイプで今水になっちゃったからな。ちょっと待って、どうしようか。普通に勝つか、普通に勝つか。こいつ草があるけんな、草あるけん、こいつでいくか。ペヨンジュンでいこう。電気技そんな食らわんでしょこいつなら。ウッドホーンは与えたダメージの半分の HP で回復できるやけん、まあちょっとどうしようか。いや、メガホンか、メガホンでいくか、メガホンでいこう。よし、メガ当たれよ、当たれよ、この電気ガエル音と。メガホン、あー全然食らん、また充電しやがって。死ぬなよ、その程度で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 死ぬなよ。待って待って待って、その程度で死んだらいかんいかんいかん、ダメ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 。いや、雷なんかそう簡単に何度も当たることはない、雷はそう簡単に何度だって当たることはないはずや。大丈夫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 、なんでもー。よし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 、あ、雨が上がった、よし、雨上がってる、いつの間にか。俺がトイレに行ってる間に雨がなく、雨はなくなってるじゃん。ありゃ、よかったよかった。ラッキーラッキー。だからか、さっき雨が降ってたから雷の威力が上がってたね、多分そうよね。エナジーボール。よーし。オッケーオッケー。メタボガエル、これで撃破、ムーマージ、どうせそれでも電気タイプになるんでしょ。電気タイプになるのは目に見えとるけん、どうしたらいい。誰で行こう誰で行こう誰で行こう、誰で行く。電気タイプになるのは分かってるけど、誰で行くか。ちょっとペヨンジュンは少し心もとないけん、寝てるくんかチョンポコか高野花で行きたいんやけどな。誰で行こう、誰で行けばいい、誰で行けばいい、寝てるくんか、ちょ寝てるくんで行こう。よし、お前だ、たまには頑張れ、たまには働け、たまにはお前働け。スチさん、もうちょっと僕を立ってもいいんじゃない。うるさい、これガチ勝負だろうが。視聴者はガチを求めてる。八百長なんかしたってバズったりはしねえぞ。さあ、ギガインパクト、どうせこれで電気タイプになるんだったらギガインパクトしてやるよ。ビデオひらめき豆電球、勝利の発明、ビビビビテラスタイプ電球だが、俺はギガインパクトをいっちまうぜ。最強のケッキングで一撃にお餅を置いた最強ケッキングのギガインパクトを見舞いしちゃる。クーラーバン、ダッシャイ強い、さすが一撃において勝るものなし、ケッキング。シマヤさん、こんにちは、こんばんは、さすが、寝てるだけじゃないぜ。頭がクラクラしてる。新チャンピオンってすごすぎる。ケッキングは強い。いやいや、負けて悔しい気持ちもあるけどさ。バズった、今回のどんなもんじゃ TV 視聴者数爆上がり、あー幸せ天に召され。やっぱ和田の人物は執着力が違うわ。また定期的にコラボしてな、あと他の配信者の動画に出ないでね。そんじゃもトップによろしく、いい感じに報告しといて。みんなの目玉エレキネット何者なんじゃなんじゃもでした。
キッキングは強い。じゃあ3人目撃破。さあ4人目いくか。でもな、1体失ったからな。クソ、ロンギヌス失っちまったか。墓場せっかく育ったのに、ロンギヌス死んだ。だがまだ仲間はたくさんいる。ニラもいるし、ヤマトもいる。大丈夫、他のジムリーダーをしばくだけの余力と実力がまだ兼ね備えているぞ。さあてと4人目の死んだらもう二度と使えません。というわけで80人の皆様、この配信が面白いと思った人フォローよろしくお願いします。ギフトもよろしくお願いします。さあ4人目は誰やったっけ。4人目のジムリーダーはなんでこんなとこにムーマージがおるの。ここにおるムーマージは一体なんだ。ここか。4人目ここやったっけ。テラレイドバトル言うのがまだ理解してないからな俺。よし、一旦回復して、で4人目のジムリーダー水タイプよね。水タイプだから草か電気がいればいいけん、ペヨンジンでいこうか。あー別にあいつか、鉄のカイナもいるか。鉄のカイ、貴乃花もいるからな。貴乃花にしてよ今度は。よし、貴乃花いくぜ。よいしょ。で、どこだっけ、どこだっけ、どっから登るんやったっけ、向こうか。さあ、貴乃花、行くぜ、11月場所、12月場所や、12月やもう。行くぜ、貴乃花、12月場所。12月場所開幕試合、貴乃花行くぜ。よいしょーっと。今スマホ捨てたら親に怒られそう。でもいや、いいよし、怒られたってこの配信を見るべき。さあ行くぜ。ヘロ試合カラフジメようこそ。で、おお、なんだお前さんだったんかい。別のお客さんの勘違いしとった。終わりに来ました。ほう、そうかいそうかい、大もだか城の計らいかい。ついこの間バッジ集めとったお前さんがもうチャンピオンランクとはな。まるで出世をポケモンピチピチ進化で大量だい。その出席がしら直々においらを見極めに来てくれるとはな。こちら評価されるのはレストラン系でなるくらい。さてジムリーダー戦い足りるか、おいらと一勝負いくかい。いいえ具材と喧嘩は瞬間のうち、痛まねえうちに戻ってこいよ。さあ行くか。よっしゃ、おじさんについていきな。さあしばくぜ、4人目ジムリーダー。勝つぜ勝つぜ勝ちますぜ。サクサクいくよ、サクサク。今日はテンポよくいくよ。今日はテンポよくジムリーダーを次々となぎ倒していくからね。さあ4人目2周目、お前さんがワカメを競ってくれたから、うちのワカメ料理は大人気。あの日ありがとうな、さすがチャンピオンの器だい。いやはやこういう仕事をしてるといろんな人間に会うんだな。お前さんみたいに勢いよく流れる者もいれば停滞し淀む者もおる。年食った男は後者を望みがちだが、俺にはちょっと退屈だい。川流れ海となり、雲へ登りまた雨となる。千変万化の激流灰だい、その身をもって測ってみてくれい。変なヒゲ、そんなヒゲおる白と青の混合ヒゲでどういうこと。鷹の花行くぜ、発進。具材そのまま解くと味わい、これが本当のハイダイダイ。型破り65と66、ワイルドボルト。大丈夫、おーおーおーおお、効果抜群。いけなあ、よし一撃ナイス。終わりやってるんだけど見る、やったー。
え、それ反動食らうの？マジか、それ反動あるのかい。海トリオ、水だけか。マジか、これ反動あるのかい。ちょっと待って、ちょっと待って、体力は心もとないぞ。ちょっと待って、なんでこれ今砂嵐が吹き荒れとんや。もう天候変わりすぎや、天候ちょくちょく変わりすぎや。ちょっともう時短だ。待って、まずそれはまずい。あー、オッケーオッケーオッケー、大丈夫、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫。あー、充電は充電は電池タイプの能力は自分の特防も上がる。次に出すか、まあいいだろう。ワイルドボルト大丈夫、さすがに死にはしないはず、多分これで死にはしないはずだ。反動食らってもさすがに死んだりはしないよね。オッケー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 。ちょっと待って、こいつの前にちょっと入れ替えよう、入れ替えよう。ペヨンジュン行け。いつの間にか閲覧人数が40人、どうした？俺は言ったな、40人、何が起きた？何が起きた40人。ベリッパー！あー、電気でよかった、電気でよかった、マジかよ、飛行タイプかよ。しかし、雨降らし、自然の天気を変えることはできないのか。そう、飛行技を持っておくっていうのがちょっと。てかペリッパーを出すって書いてたところ全然見てなかった、読んでなかった。そこウッドホーンで行こう。うわー、まあ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 、サップで100人は超えたんだけど、待って、それはまずい、それはまずいから、やめろー。ペヨンジュン、嘘だろお前、こんなところだ。マジでー。ちょっと待って、こいつ電気はあるけど格闘もあるんだよ。ってことは等倍か、さすがに等倍か。じゃあ等倍だろうか。うー、嘘だろ、ジムリーだー。もう4人目にして2人死んだ、畜生め。とりあえず一旦回復させて、とりあえず一旦回復して暴風当たらない、ナイス。4倍の電気をお見舞いしちゃ、あれもう、いやもう砂嵐収まったって、もう砂嵐収まってるって。ワイルドボルト、死ぬなよ死ぬなよ死ぬなよ、その程度で死んでたまるか。ワイルドボルト、ナイス。オッケー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 。砂嵐ブロスター、ブロスターってなんだっけ、まあロブスターやろ、どうせロブスター水やろこいつも。一応回復しとこう、一応回復させないかん。回復して、水の波動、よし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 、ナイスナイスナイス、その程度でいい、その程度でいいと思ったけど、中で割と食らってんなおい。いや、砂嵐も収まってるて、砂嵐はもう収まったて。ワイルドボルト、水の波動待ってくれ、これまずいぞ、まずい、あかん、待て、あー、やばい。ジョンポコはジャコング、ぬぬぬぬぬぬぬ、わかんない。水タイプってことは氷技を出してくるやつもおる可能性はある。ネテル君でいこう。アイスの人格がポケモン勝負の醍醐味だな。おお、危険かに、分かってたよ、ほらな、氷タイプとか出してくるの知ってたよ。だがどうせテラスタイプを変えていくのは分かっている。だが、ここの俺の
最強のネデル君のギガインパクトがあるんじゃい。激変化に照らされる形にとらず殴れろい。結構さらっと失ってる今日ちょっとね。ああいうギフトありがとう。知るか、テラスタルだか知るか、こちとら最強キッキのギガインパクトだぞ。うら寝ながらはたいてるだけだけど強いんだぞ。嘘、待って、いいファイト使うのできない。あー待って待って待って、それまずい、それまずい、待って待って、ちょっと待て、おい待て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 、おい、こっちにターンをよこせ、とりあえずこっちにターンをよこせ、怠ける前にターンをよこせ、回復取ってからターンをよこせ。待て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 、それは違う、嘘だろう。うわー待って、それはない、それはまずい、それはあかん。なんでいいファイトだって思ってんだよ。ふざけるんじゃねえ。しないよね、ちょ、うーって。もう、エルさん、もう、ケケカジャマエルさん、メロメロボディジャボゲイ。チャームボイス、もうこれだけ倒せるのは間違いないけど、ないけれど、嘘だろ、3体失った。マジ。名教師生の心の課題。トップを認めるその圧をさすがに大量だ大量だ。激しすぎる数理は良くも悪くも周囲を巻き込み多大な影響をもたらすだろう。なお一緒についてくれる友人はお前さんと大事な存在だな。若い力当てられたおじさんやる気がずめ、鉄砲水。おもだか城に伝えておいてくれ。ハイダーより激しく変化すると、さんざん若者をまたのご来店お待ちとる体じゃないんだよ。ちょっと待ってくれ、仲間3人失ったんですけど。あかん、やばい、待って、嘘だろ。これだけ頑張って育ってきたのに。70、66、66、ここまで育ってるの大変なんだぞ、バカ。ゲー、やべえ、4体しかいねえ、どうしよう。うわー、いや負けると思わなかった。正直寝てるくんがやられると思ってなかった。ギガインパクトを一撃でいけると思ってた。っていうか、あのカニがインファイトなんか使ってくるとも思ってなかった。もうなんでだよ。マジかよ。うわ、きっつー。いろんなタイプ技持ってる。いや、それな、ほんとに。そう、レイドバトル、テラレイドバトルがうんたらかんたらっていう風になってるじゃん。こういうのよね、多分。こういうのをちゃんとクリアしていけばいいってことよね。テラレイドバトルはどこ、どこ、マップ見ればリザードンがうんたらかんたらとかだったけどさ、このハテナとかは何なの。このハテナに行けばまたなんかいるってことなのかな。ちょっと仲間がいないとしんどいぞ、これは。ちょっとこのムーマージンとか行ってみようか、ちょっと。テラレイドバトルって。あ、同じポケモンがたくさんいる。なるほどね。
てか今日どうしたんだろう、こんなに閲覧が少なくてどうしたんだろう。テラレイドバトル、テラレイドバトルと、やっぱりみんなリザードンがうんたらかんたらとかってリザードンの配信見たかったりしてるのかな。何をさ、そのレベル4からレベル6にしたらいいんだろうね、その辺いまいち分かんないや。大量発生か、ムーモア味が大量発生してるだけか、なるほど。めっちゃムーモア味おるやん、消えたり消えめっちゃ消えたりするやんこのムーモア味。レベルのほどはいかほどやろ、ちょっと待って、ニラでいこう。えい、親と老成します。はい、51かー、51かー、51ですかー、51なー。じゃあどうしたらいいの、テラレイドバトル、待って待って待って、何をどうしたらいいんだ。レイドバトルでそのリザードン戦うには、そうなんたら6にしなきゃいけないんでしょ。とりあえずそれはリザードンね、レベル100だけめっちゃ強いらしいけど、どうやっていけばいいんだ、見てみよう。星6レイドの解放条件と出現ポケモンでれん、星4以上のレイドバトルを10回クリア、手順エンディングを見る、星5レードが解放される、8人ジムリーダーと再戦、あらまなんてこった。結局じゃあジムリーダー8人と再戦しなきゃダメなんだ、そもそもエントランスで学校、じゃダメじゃ、星6レードバトル行くまでにリザードンがうんたらかんたらって行くまでに結局最後まで行かなきゃいけねえんじゃん俺。論戦終わった、星5のレイドは75レベル、星5レイドはじゃあどこ、星5レイドはどこなんだろう、星5のレイドはどこだーっと、エンディング後に解放されるっつって、ふむ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 、なるほどなるほど、どこだどこだ、どこに出てくるとかわかんの、一つ一つ地道に見ないとわからない、マジか、マジですか。そうだ、ミライドンをもう一匹捕まえに行くっていうのはありんじゃない、ミライドンを仲間にしに行く、マスターボールあるもんね、だって。うん、よし、ミライドに行こう。でミライドンのついでにあれも欲しいかもな、第4観測ユニット、この辺よね、音がない、で、どこかな、どこかな、あ、ちょ、鉄の包み、どうや、鉄の包みや、でもな、やっぱり75あるやつが欲しいな、これなんだ、これは、これ何、なんだ、これは。で、ミライドどこにいんのあれあれ違うよ、これはな、これっぽいの感じはあるけど違うよ、
なんだこれ、技マシンが頼む。トリックルーム、お茶作りに行きます。はい、さあミライドンどこだ。この辺のどっかにはいると思うんだけど、どこなんだろう。こんなとこに最高そうだから。どこにいんだろう。どこにいるかわかんねえな。どこだどこだ。後ろです。さっきの坂みたいなところ、坂みたいなところ。あら、さっきの坂みたいなところ。おい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 、登れてる登れてるね。どこやろう、坂みたいなところ。坂を下っていくのか。この坂下っていくのかな。ラボの入り口の反対、これ合ってる、ここ合ってるのかな。下ってはおるけど、これ合ってるかな。多分違う気がするんだよね。このあ、ラボってここか。ラボの入り口の反対、この裏、この裏にいるってこと。あべ、いた、ちょ、邪魔邪魔、もうドローン中、バグっとる、バグった。違う、水晶に反射してるだけか。水晶に反射してんのかこれ。さあ決まった。ドローン中水晶に反射して2体になってるように見える。建物の裏、この裏か。おっと、怪しいところだ。なんかすごく怪しい場所があるぞ。ここっぽいぞ。あ、全然違う。違うのか。なんかすげえ怪しい場所があると思ったのに、今日違うのか、ここ。どこだ？ラボの入り口の反対。え、ラボの入り口が反対ってのは、ラボの入り口の反対、あれラボでしょ。え、あれ。この坂、この坂なの。これ一応坂あるじゃん。これ坂でしょ、これ坂じゃん。おたー、なんかおたーおたー。まあマスターボールで一発で捕まえるけどね。あれ、あ、話聞けるのか。おーい、ゴー。さあ2匹目のミライドン、まあマスターボール捕まえるけどね。 4V か 5V、 すっげえハイドロエンジン。まあ一旦ね、一旦クイックボールで捕まえられるかもしれないから、クイックボールでちょっとね、ちょびっとだけ期待を持って。はい、ダハハ。まあさすがに一発で破壊光線死ぬことはないとは思うけど、思うけど危ねえな。
まあしゃあない、マスターボールでいいや。はい、まあどうせ他に使うとこなかなかないだろう、ミライドン以外。赤い光線を覚えたい。いや、いらんけどな。よーし、ミライドン、パラドックスポケモン。はあ、古い書物に名がある鉄のオロチらしい。はあ、イカズチで大地を灰に変えたという。なるほど、本来は鉄のオロチというポケモンなのね。じゃあミライドンに名前を付けましょう。皆さん、ミライドンに名前を付けたいと思います。さあ、ミライドンに名前、いやー、かっこいい名前にしたいな。ミライドン、いや、ミライドンっていうだけで結構かっこいい名前ではあるんだけれど、ミライドンな、ドラゴン電気でしょ、電気タイプ手に入ったってことはすごくありがてえことだしな。100レベルいったのでこのミライドンレベルの名前だったっけ。未来、未来は僕らの手の中。ドゥ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 。誰かの運はいらない、誰かの運はいらない、真実を握りしめたい。僕らは負けるために生まれたわけじゃないよ、僕らは負けるために生まれてきたわけじゃないよ、生まれてきたわけじゃないよ。誰も失わないでくださいね。はい、鉄の握り、デジャブ、どんべえだがダサいしな。やっぱな、こうな、未来っぽい名前がいいよね。未来っぽい名前、まあ、未来とかでもいいんだけどね、ぶっちゃけ可愛いじゃん。未来とかね、人の名前っぽいし、ほらこれ可愛くない。タイムマシン、タイムマシン、未来とかだ全然可愛いんだけどね。タイムセール、タイムセール、どん兵衛やだ、どん兵衛私乗り物。あ、でもハーレーってやってたからな。元トカゲをハーレーっていう名前にしてたから、やっぱり乗り物でもありだよ。ブルーロック、まあ確かにブルーだったから、ブルーだしな、一応ドラちゃんね。ホンダ、ベンツ、GBR だったっけ、わかんないや。あー、ダメだ、バイクの名前を全然知らない。バイクの名前とか乗り物、車の名前を全然知らねえからな、俺。テスラテスラテスラとかどうよ。だって電気自動車のテスラ、どうすかテスラ、テスラ良くない？ホーネント、マセラティ、わかんないけど、電気自動車ということでやっぱり電気の乗り物テスラというのは悪くない？これでいいじゃん。うわー、どうしたあぎゃー、おい、ボールの中で喧嘩してるだろ、もしかして。これどうなるんやろ、例えば。とりあえず、これでいいんだけれど、この状態で、ピクニックをしたら、兄弟同士喧嘩するとかいう可能性あるそんなことあるかな、兄弟で喧嘩するとかあるかな、ないかな、さすがにそんなことは。ピクニックやってみよう。どうなる、はい、みんな出してみる。喧嘩しない、大丈夫、喧嘩しないね、よかったよかった、喧嘩しないね、よかった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 、喧嘩しなかったわ。かわいいなお前らお前らかわいいな、かわいいな、カイリュウかわいいし、もうほんとチョンポコもかわいいよ
かわいい。あー、寝た、見た、かわいい、かわいい、かわいいって、これはちょっと待って、あー待って、かわいい。日本は運いいな、なんで、かわいい、なにこれ、かわいすぎんが、あー、もうかわいいな、みんな、もう他のみんなは、かわいい、かわいい、かわいい、あー、もうみんなどうした、みんな甘えたがりか、お前ら、お前らみんな甘えたがりか、かわいいな、みんな、ほんとみんな寝てるよ。あー、どうした、眠い、あ、寝た、かわいい、かわいい、かわいいてー、やばい、みんながかわいい、さてと、あ、全然回復せんといかん。さあ、これで電気タイプをね、集めることができたということで、一応電気フェアリー、格闘エスパー、地面、ドラゴン飛行、うん、今日は早めに終わりたいかな。だったらテラレイドバードルでしょ、テラレイドバードル、テラレイドバードルで75レベルぐらいのなんか強そうなやつ、強いねやつがいないかなって。いい感じにテラレイドバトルでいい感じのやつがいないかな。あれあれあれ、決勝ね。さあ、お前はなんだ、 EV、 これ星3ってことか、星3件ダメなのね、星5がいいんだよね、星5のバトルがおそらく強いやつだから、もうこの辺とか行ってみて。っていうか、あのゼロ、エリアゼロのテラレイドバトルってあんのかな、エリアゼロの中にテラレイドバトルってあんの。さあ、どっかないか、どっか、どっかテラレイドバトル出てるとこない、どっか立ち上ってない、どっかに立ち上ってないかな。ほう、どっか立ち上ってないか、あんな上にポケモンおるんか、ないな、なんもこんなとこにもおるんか、ポケモンはどこにだっているね、ないな、ないな、全然ないな、意外と全然ないな、すぐ見つかるもんやと思ったもん。あれー、すぐ見つかると思ったら全然ないぞ。意外と見つからん。うーん、お、経験値の塊がおるやん、こんなところに。これくれー、レベル50捕まえれるかな崖登ったりするのは事務戦をねこなしていかんと無理だね。これくれ持てないしな、アイアンヘッド、死んじゃった、やっちまった、死ぬと思わなかった。あれ、こいつ経験値たくさんもらえる、これくれのコインがたくさんもらえるのか、いらなくね、別に。全然ないんですけど、テラレイドバトルが全然ないんですけど、
ないなぁ。こんなないもん。こんなないもんなの。もっとポン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 あるイメージだったけど。ない、ない、どこもない、こっちもない。あれは違うよね。あれは別に照らすタイプでだけで違うよね。今から始めるの全然遅くないでしょう。アシストパワー。なんだあいつ。これなんだあいつ。65強い。65即戦力じゃん。何こいつ。なんだこいつ。知らんぞ俺。なんか知らないポケモンがいるぞこのところに。なんだお前。お前何なんだお前は。ドラゴン、テラスタイプドラゴン、シビルドン。こいつがシビルドンか。でもこいつ電気タイプじゃねえ。こいつでも電気タイプじゃん。電気タイプやん。アイアンヘッドしとかましとこう。これ以上やったら死ぬな。ドラゴンクローやめて。ドラゴンクローやめてね。あ、そうか、まだダメなんか。いや、知らない人いるでしょ。言えるよ。いっぱいいるよ、シビルドン知らない人。わしゃ、5世代以降のポケモン知らないんじゃ。5世代以降のポケモンなんて知らないんじゃ。しまだダークボールがね。なあ！回電波。でもな、電気タイプか。今必要のは電気タイプじゃねえんだよな。あれ？まあこんなところにまあテラスタイプのやつがまあおったってことだけでまあまあいいか。あれ？ドラゴンクローやめてほしい。ドラゴンクローはちょっとやめてほしい。ちょっとヤマトが死ぬからやめてくれ。一体これ第何世代でできた？シビルドは何世代でできたか知らねえけれど。こいつは電気屋のしか出ないのか、水タイプの技とかないのこいつ。ああもうおー全然捕まえらんねえじゃんこいつ。水じゃないよね、水タイプじゃないもんね絶対。こうやって電気タイプよね、水なんかないよね。ああもうー足元の電気消え去った。ワンチャン水タイプあるかな。ワンチャン水タイプないかな。あもう全然ダメ。あもう全然ダメ。もう全然ダメ。全然ダメやないですか。ちょっともう捕まえた。お願いお願い、もう捕まって。いけなあ。そう、特攻がどんどん下がる。別に特攻全然下がってもいいけれど。あもう、でもドラゴンクローやめてほしい。ドラゴンクローやめてほしいんだよな。こいつ捕まえる必要あるのか。なんだか捕まえる必要があまりない感じがしてくるぞ。よし。
電気のみ、電気のみか、やっぱ電気のみか、電気のみじゃダメだな。電気のみか、なんかいねえかな。あれはなんだ、あそこはなんか、あそこにもなんかあるよな。うん、クレベースはもう使えないからな俺。もっとヤシの木一本、ヤシの木一本、それだけ、ヤシの木一本のパワー持ったところだけか。なんだここ全然マジで必要ねえじゃん。ここいつの間か囲まれてる、いつの間か囲まれてるやないかい。じゃあどうしよう、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 こっちの方とすれば行ってないよな。あの辺全然行ってないよね、そういえば。なんもないし、わざわざ行く必要もないしね。おい、もしかしたらなんかいいものがあるかもしれない。さあ雪山だからドラゴンタイプがちょっと使えないよ。ミラで行こう。この辺、この辺目指してみよう。こことか絶対行ったことはある？ない？ある？あるか、何回かはあるか。この辺までは来たことあるけど、ちょっとこの辺、この辺、この辺行ってみようよ。もしかしたら面白いものがあるかもしれない。ナッペ山、ナッペ山、ナッペペ山、なんかない？なんもない？おっと、あそこになんか光ってるものがあるじゃないか。あそこに何かあるではないか。あのテラレイルバードは果たしてレベルなんぼや。わかりやすくていいね。よいしょ。とりあえず今日11時には終わろうかな。頑張って登って。テラレイドバード、これは星5。でもこいつ多分あれでしょ、フェアリータイプでしょ。琥珀いらっしゃい。こいつフェアリータイプだよね。フェアリーや今いらねえからな。チョンポコおるからな。チョンポコおるけん別にいいし、てかシビルドも別にいらねえんだよ。テスラがおるからいいんだよ別に。よいしょ。はじめまして、初見です。初見のラーミーさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。この川下りとかしてみるか。川下り、川下ってみよう。こんな雪山にもちゃんとコダックはいるのね。あ、ブイゼルフローゼルも、なに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 、あれなに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 、あれ、あ、こんなとこに腹張りおるんか。ズピか、あ、ミスター。はい、ゴット。あらばりは別にいいしな。はじめまして、常連です。矛盾しまくってるな。なんかいねえかな。なんかいねえか。お、あそこもなんかあるぞ。おっと、これ知らない。こいつ知らねえぞ。こいつ知らねえな。初めて見る。テスラ、電気自動車だから。電気自動車のテスラから取ったけど、こいつなんだ。え、うわ、何な、何こいつ、何こいつ、何こいつ、これ、何、何こいつ、なんだこいつ、バッタじゃないよな。なんだこれ、なんだこれ、何こいつ、何こいつ、な、何こいつ、なんだこいつ、知らない、なんだこいつは。
何テラ、な、な、なんだっけ、アクテラスタルだっけ。あ、わかった、こいつあるじゃん、新600族じゃね、確かセビエ、チャンピオンが使ったし、いやでもこれ40レベルかい、40かよ。さっき捕まえた、まあ一応捕まえるとこ600族だから、パス。でももうドラゴンタイプ、こいつドラゴンタイプ、ドラゴン氷、ドラゴン氷、もうドラゴンええしなもうドラゴン多いしな、耳から違った、何をした、今回のドラゴンはなんか変だな、変なやつだな、クマシュン、ツンベア52、おっとビビクター危ねえ、ドラゴン危ない危ない、ドータ君にぶつかるとこやった。とりあえずね、星5のテラレイドね、星5のテラレイドをしばきたいんだよ。これはわからんわからん、こいつなんや、わざマシン、スマートフォン、こいつ何こいつ何、飛行はなんか飛行のマークが書いてあるな、今飛行で勝てるやつはテスラがいるか、あ、みんなでじゃない、なんだっけ、手で挑戦、さあこいつなんだ、あんま見ても分かんなかったぞ、何かタップ流かアップ流、じゃあそいつもドラゴンじゃねえ、待って、それもドラゴンなんじゃなくて、なんだかこいつもドラゴンだった気がするけど、一人だけなんか一匹だけなんかもうなんかなんだこっちすごい存在感があるけれど、アープリュー、まあ、稲妻ドライブやってみよう、イエーイ、あ、全然食らわん、あ、全然食らわん、びっくりするよ、食らわんかった、おー、やめろ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 、パワージムの食らうか、じゃ全然食らわんやん、待て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 、そんな食らわん、待ち待ち、ちょっと待て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 、全然食らわへんぞ、あれ今俺技出した、俺今技出したっけ、赤い光線、赤い光線どうだ、いや全然食らわん、もうちょっとドラゴンタイプ多すぎるやん、さっきからあっちこっちに、おい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 、頑張ってる、みんな頑張ってる、みんな頑張ってる、みんな頑張ってるけど全然全然もうほんと全然食らってない、稲妻ドライブ、あー防御下がった、ちょ、みんなもっと頑張れみんな他のポケモンもうちょっと頑張ってくれ、お、俺が一番食らわせてんだよ、俺が一番食らわせてるから、ちょっと他の奴らみんな頑張れ、明美ひな子あっちゃん頑張れ、テラスタルしてアップに抜くっていう、止めよう、悪い効果を打ち消した、テラスタル、テラスタルして、もうさっきからドラゴンタイプしかいねえの、
てかどっか行った、てかどっか行った、アップリューどっか行った。待って、それはダメ。なあ、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 お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 、あれ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 、あ、あれ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 、HP か、か、家庭回復した。なんか、回復しちゃった。なんか回復しちゃいましたけれど。これは、どうなの？待って、これは果たしてどうなんだ？果たしてこの場合はどうしたらいいんだ？そして絶対食らわない。入れ替えることもできない。どうしよう。入れ替えられねえ。そして全然食らわねえし。びっくりするよ、全然食らわないし。おい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 、これは脳幹なのか。残された時間は少ない。ちょっと待って、おい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 、ああ時間ない、時間ない、時間がない。ああ、あ時間ないよ。時間ないですよ。この場合はこの時間なくなっちゃったけど、この場合どうなんですか。あーあー、洞窟外に吹き飛ばされてしまった。あー、なるほど、こういう場合は脳幹にしないとダメだということか。じゃないとレイドバトルができなくなっちゃうもんね。ルール上仕方ない、これはルール上仕方がないということにしとこう。勝てねえやん、こいつ勝てへんやん。だったらもっと強いヤマトで行くしかねえじゃん。確かに、だって今のさ、回復もできなかったことない？回復もできないし、これ無茶でしょ。アップリュー、サクッとこっちも。じゃあ、あ、みんな違う、さっきとみんなポケモンが違う。何足りねえのか。激凛、ザーザーグラワー、ザーザー食らわなよ。こんな食らわんことある？こんな食らわんことある？地の力、あああああ、これ無理じゃね。向こうが早いよ、向こうが技早いよ。えい、待って、どっちの方が激凛の方が良かったのか。これきつくね。
なでこなきついこのめっちゃ強いやん。こいつってレベル何ぼなのってぐらいよ。おお、みんな頑張ってる、みんな頑張ってる。あー増え、全然減らん、全然減らんて。はいはいはい、頑張って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 。元気に。ダメだ、時間がもう半分いこうっていうのに全然食らってねえよ。時間が半分で半分も食らってないんだけど、これは無理だ。あ、急所に当たった。これ無理だね。これ無理だね、強すぎ。こんな強いんや。5でこんな強いとか、もうリザードンだから6の絶対勝てんじゃん。最強のリザードンをやるにはまだまだちょっとね、やるべきことが、やらなきゃいけないことがありすぎるな。そこまで全然物語も進んでないし。今はだって星5のレイドバトルすら勝てない始末。これじゃあリザードンなんてもう夢のまた夢でございやす。あれは、あそこに光っているのは星4ぐらいの方がいいってこと。俺は星4ぐらいのやつをやっとけってことなんかな。これは、いやー、欲しい欲しい欲しい、待って欲しいんですけど。ちょ、誰かやってくれ。誰かめっちゃ強い人欲しい人いないですか。誰かめちゃくちゃ強い人を参加してくれませんかね。誰か強い人、誰かお強い人、誰かほとんど強い人いませんか。皆さん、私にこのミミッキを、ミミッキこんなとこにいたんだっていうか、ミミッキなんか一度も見たことなかったのにミミッキこんなとこにいたんだ。オフラインや、オフラインだって。本当だ、どうだったっけ。こうか、違う。なんかでっかくなった。よいしょ。なんで、なんで、ちょっと待って。おーい、なんで鬼ごいになってんだよ。なんでだよ、さっきビビっちゃったらなんでだよ。今違ったじゃんか、なんでよ。もう、じゃあさっきのアップリューも変わってるってこと。じゃあアップリューの方ちょっと見てみよう。でそんなに一瞬でビビッキから鬼ごりに変わんのさ。別に氷タイプか、氷タイプも別に使えないことはないのかもしれないけれど。さっきのどこ行った。ミラーアイドンはそう、電気ドラゴンでございます。さっきどこだったっけ、あれ、あれか。じゃああのアップにも変わってるってことでいいんだよね。だいたいアップリューなんかどこにいたんだよ、今までずっと。
幸運とこでしか出ないんだろうか。リングはかい、しかも欲しいように下がっとらないかい。じゃあそんな感じになっちゃうの。コロ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 変わるの。じゃあマジ4を数4とか5とかも変わればポケモンも変わるってこと。そんなんじゃあなかなか目的の欲しいやつがじゃあいるとこなんてなかなか見つからんじゃん。しかも一瞬で変わるし。ミミッキー惜しかったのに。あそこにもあるか。ミエミンギョ欲しかったのに。ひどいわ、ほんとひどいわ。わからん、こいつは何や。鳥っぽい、鳥なのはわかるが、鳥なのはわかるが、こいつは一体何なんだ。こいつは一体何だ、何なんだ。お前は一体何なんだ。知らんぞお前は。ワシボンの進化系か、別にいらねえか。じゃあただの飛行タイプとかはいらないしな。あそこにもあるじゃん。いっぱいあるやん、よく見たら。お、ミミッキュー、ミミッキューで、なんか、なんだこれ、なんかちょっと変わってる。なんかわかんない。読んでもいい、読んでもいい。あ、キャンセルしたかったのに。お前ら弱いもん。一旦逃げよう。逃げる隙じゃ見当たらない。じゃやらなきゃいけないのかよ結局。そう、結局やらなきゃいけないのか。化けの皮ずるいずるい、化けの皮ずるい。あー、フォローありがとうございます。おー、めっちゃ食らうやん。4から5になった瞬間に、5から4になった瞬間めっちゃ食らうようになっとるやんか。待て待て待て、全然話が変わってきた。じゃあこいつは果たしてレベルアップだろう。おーおー、悪い効果を打ち消した。グラスに待って、4やったらこれはレベルは1回ほどなんや。45か、45じゃ厳しいな。育てなきゃいけなくなるもんな、それだと。思ったか、なんかめっちゃ強くなってる。めちゃくちゃ耐久力上がってんじゃん。4と5だけでそんなに違うのか。アーマーガはエリア0にいたけれど、こんなのが飛べた。でこいつはドラゴンミミッキーだよね。なんでドラゴンなん、よりによって、よりによってなんでドラゴンなんだ。
エリアゼロはチャンピオン倒さないと。ここって別に普通のモンスターボールでもいいのかな。絶対捕まえられんのかな。なんか絶対捕まえられるその雰囲気やな。わざわざハイパーボールじゃなくて分かった気がする。見て捕まえた。めっちゃいろいろもらえんや。じゃあ耳っきどうなんかな。ゴーストフェアリーポケモンだと認識されたのは最近のこと。それまでは布をかぶったお化けだとは。そんなことある。耳っきゅじゃれつくシャドウクロ影打ちウッドハンマー。まあゴーストタイプってことよな。セビエはちょっとセビエってこいつレタイプなんだっけ。氷なのか。フェアリーはすでにいるけども、フェアリーが3体ぶる。あ、こいつフェアリーじゃないか。フェアリー、エスパー格闘ゴースト、フェアリーでドラゴンが多い。手持ちにドラゴンが多い。まあ、電気もいるし、でも炎とか草も欲しい。水もいない。セビエは？噛み砕くドラゴンクロウつららばりフリーズドライ。どっちの方が使えるかな。セビエとミミッキュー。もうでもこれ以上ドラゴンをおるわけにもいかんしな。じゃあ飴使ってみよう。飴どれぐらい、これをちょっと4つぐらい使ってみよう。いっそ50。ダメだ。 L 使った方がいいけど、まあ50いく。40が50になるぐらいか。他いねえか。なんかさっきの時、ああそこあそこあった。向こうでもなかったっけ。これはこれ3じゃダメ。探すのも大変だな、ほんと。王者の湖ぐらいなんか強いやついねえの。王者の湖なんだからやっぱええ感じのやつ。ああ危ない。ええ感じのがあってもいいんじゃないの。いね、いない、ない、ない、どっかない。王者の泉なんだから、お、なんか、あんなんいいんじゃないの、ああいうの、ああいうの絶対強いでしょ、ああいうの強いでしょ。今、いいねが810でございます。皆さん、今、いいねが810でございます。810、おっと、なんだか気になる数字。810といえば何だったっけな。いたー！痛い、もう痛いです。あなた やれでっか。ヘイラシャでっか。身があるぞ。切り身だった。こいつ何。あ、ガジリガメか。なんかめっちゃキラキラしてんな。
色違いとかじゃないよね。色違いとかじゃないよね。これテラスタルだからなんかよくわからないようになっただけだね。別に色違いとかいうわけじゃないよね。なんか今のキラキラは違うよね。普通よね。普通の氷やめ、氷やめろ。55回ってか。いや別にいいや。あ、なんで当たらない。時短だわ、食らわへん。なんで当たんねえんだよ本当に。もう暴風70発、そんなサクサク外さないでくださいよ。まったくもう本当に、まったくもう、てか重い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 。重いよ重いよ、ポケモンがたくさん周りにおるせいか重いよ。毒ブイリザードン、いやもうみんな進めるのが早いです。これは3回、しかもカルボーかよ。王者の泉だからといって強いやつがいるとは全然限らないな。あれなんだ、あのところ橋あったっけ。あれなんだ、上にあれ、6部確定かどうかは知らない。6部確定かどうかまでは知らないけれど、なんだここ、こんなところ橋あったっけ。むず、ちょっと待って、むずこれ。あ、待って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 、これむずい、やばい、やばい、やばい、むず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 い。ちょっと。あ、死後レイド厳しかった。危なかった。こんなとこあったんやね。なんだって、パルデアの十景、王者の大滝、これくれいのコイン。うわ、ヘラシュ、ヘラシュじゃない、寿司、寿司シャリ立つ。おれ落ちたらどうなるんですか、また登ってこなきゃいけない。おー、こんな橋あったやな。50レベルとかは別におるけれど、70ぐらいが欲しいからな今では。今俺が欲しいのは即戦力なんだよな。あのオレンジんとこなんだ、あのとこあったっけ、なんだこのオレンジの場所。なんだここ、こんなとこあったっけ。おこげ林道、王者の泉、湖のとこにはなるのか。でもこんなとこあったんや、初めて来た。ここにいたのか、ここにいたのか、リククラゲ。こういうとこの裏とかになんかあったりせんのかな、アイテムがないのか。ポレトス、あーなるほどね、あのホラグスとかもこんなとこにおったんや。ここ知らんかったな、俺初めて来たわ。
順電いるとこ、あ、そうなのここ。へぇー、順電ってことは強いのかな。順電は果たして即戦力になるのかどうか。抜けました、おはようございます、おはようございます。あのとこに技マシンがあるではないか。でも今俺は必要なのがテラリードバトルだからな。やることがな、仲間集めしなきゃいけねえからな。仲間集めをしないことにはあの辺怪しいな。この覆いはなんか怪しい。クロリザードンゲット、マジみんな進めすぎやて。もうちょっとみんなゆっくりやろうぜ。もうちょっとみんなゆっくりやろうよ。あとに玉あげたけ、玉ごたけ、玉手箱、違う、なんだ。あぶね、戦うんだる。起死回生。この岩山怪しいよね。順伝おるかな。順伝いませんか。順伝さん、初見さんです、こんばんは。ゆうなきさん、わかんない、優しいなき、わかんない、読み方わかんない。あここに順伝とかいるらしいけれど、どこにいるのかわかんない。出ない仕様になってる。あ、じゃあこれ嘘。じゃあ嘘なのかな。ダメだ、見つかんねえや。次回にした方がいいかな。いろいろアイテムは手に入ってるし、技マシンも手に入ってるし。不思議な目。おっと、あんなところにキラキラ光るポケモンが、テラスタールなポケモンがいるじゃないですか。なんだこいつ、アマージョか。あいつあれでしょ、アマージョ、あれフェアリーでしょ。もうフェアリーはええんやて、フェアリーはもうどうでもええんやて。こっち行ったらナッペ山になるのかな、また。あ、いや、王者の湖になるんだ、ここも。ここも王者の湖の一部になるんだ。いた。ポーチ！なんかあそこに、怪しいな。なんだか怪しいところがあるじゃないか。なんか怪しい場所がある。まさかここに純伝説がいたりしない、しない、純伝説がいたりしない、しない、純伝説がいたりしない。こんなわからさまに怪しい地洞窟があるから、なんかもっとすごいのがあるかと思ったのに、ちくしょう。あー、ミカルがあやへんで死んじゃう、死ぬか、死ぬかな、多分死んじゃうよね。死んじゃうか。あー、よし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 。こんなとこにミカルがいたよ。
よく見たらリーフィアもいいんじゃん。おお、まさかのミカルゲイター。リーフィアって俺使ってたっけな。リーフィアはすでに俺は使ってたのか。エーフィーグレイシアブースターニンフィア使ってないね。おい、すごい運、やっぱ運良かったのかな今の。うん、TikTok ライブで喧嘩しないでください。民度が落ちるので。よいしょ。その他人をバカにしたような言い草とかその言い回しとか本当もうやめてください。アイアンヘンド死んじゃうかな、死んじゃうかな。なるし、リーフィアな。でもな、まあもう、あーもうどうしよう、もう普通に育てた方がいいかな。育てていっちゃうかな。育てた方がいいかな。育ててちゃんと仲間を育お、全部揃っちゃった。V ズ全部揃っちゃったよ。どこに順伝がいるかわからないけれど、広いからな、なんでもかんでも。これなんだか怪しい場所があるやないかい。ここらにはかすかに文字が彫られている。災いの器ここに封ず。え、だけ？え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 ？いや、え？え？え？だから？いや、だからなんだった？いや、ここじゃない、ここだとは思うけれど、何か条件を満たしてないのか俺は。何か俺は条件を満たしてないんだろうか。あー、封印の釘を抜かなきゃいけねえのか、あれか。なるほどな、それをと探しに行かなきゃいけんのか。さすがにそれはもうマップ広すぎるからな、ちゃんと全部探しに行くとか。もう無理無理、もう無理無理、そんなのは無理無理。そう、喧嘩の元になるんでバカになるな発言はもう慎んでください。もうほんとそれ、ほんとそれ、うん。おバカさんがいたおうとかもそれ自体がもう自分の格下げる発言になるんでやめてくださいね。まあ中学生とかがそれを言うんだったらまあその気持ちもわからなくはないけれどさ、自分が言った言葉が正しいことをね証明したくて相手をバカにしたい気持ちもわからなくはないかもしんないけどね。ここはもうあれだからね、誰が中学生、誰が高校生、誰が大学生、誰が社会人かが分かったりしないから分からねえからな。自分、相手の年齢が見えない以上ちゃんとね大人な振る舞いをねやるべきだと私は思います。はい、いねえな。この辺いければなんかあると思ったんだけど。ドラゴンクロー、あれないのか。あんなところに釘があった。
黒くてまがましい杭が当たって抜きます。これ多分 4,5 本目じゃないかな、4本目ぐらいかな、多分4本目ぐらい。これでアズマシン、ちょよし、ソーラービーム、ちょっと今日終わろうかな。一応いろいろ捕まえた方がいいけど、候補はね、候補はとりあえずね、候補はとりあえず揃った揃った。シビルドン、セビエとかミミッキーとか、あとどこ行ったあいつ。ミカルゲ、まあミカルゲ使わなくてもいいとは思うけれど、あとはリーフィア、どこ行ったリーフィア。入った。墓場に入ってんじゃねえよリーフィア。ね、草タイプ、あと炎タイプ勝手に入って、それ育てて、まあ勝負に挑みにまた出発するというのもありかもしれないな。そんな感じでちょっと考えていこう。アリス、こんにちは、こんばんは、おはようございます。どういった企画なんですか？ごめんなさい、ちょっと一応もう配信終わるかもしれないけど、まあ一応ルール、次回のためにちゃんと企画内容を言っておきます。まあ縛りルールがございます。まず HP、HP が0になったら手持ちから退場。この墓場ボックスへと入れられて、もう二度と使うことはできません。ちなみに同じ種類のポケモンも二度と使うことはできません。だから例えばここにいるやつだったらもうね、なんか墓場になんか間違えたかも。これは墓場じゃねえな。間違えてるな、まあいいや。例えばこうやってストライクとか、ドーとかいるけれど、この辺のもう種類のポケモン二度と使うことはできないけど、例えばこうやってヌメールだったら、ヌメール5もまた使うことはできるけど、ヌメールはもう二度と使えないという感じでございます。で、あとは、なんだっけ。あ、敵前頭部は処刑。うん。野生のポケモンであったら必ず倒さなきゃいけないし、トレーナーと対戦するときは、相手が入れ替えるタイミング、相手がポケモンを出してないタイミングのみ入れ替えることができる。もし入れ替えた場合は処刑になるので、ここの墓場に送られて二度と使えなくなります。で、あとは、吹き飛ばしとか、ホエルを食らって入れ替えられた場合とかは、それも敵前逃亡とみなされて処刑になります。こんな感じです。OK ですか？理解したかな？だけど最後の V ズやな、多分。いや、シャワーズも使ってないっちゃ使ってないのか。ブースター、グレイシア、エーフィー、ブラッキー、ニーフィアもう死んだけど、今捕まえたリーフィアと、あと、シャワーズを使うことはできなくはないのか。シャワーズか。シャワーズ、ありかな。理解してありがとうございます。じゃあ、面白そうだと思ったらフォローしてくれて嬉しいです。というわけで、じゃあ今日はちょっとこの辺りで終わります。はい。ちょっとポケモンを育てるか、あと他にもうちょっと捕まえるか、で、2周目のジムリーダーをクリアするかどうか、あと4人のジムリーダーをクリアするかってことと、学校大会を制覇するってことは、やることか。というわけで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。皆さんありがとうございます。お疲れ様です。というわけで、皆さん、配信が面白いと思いました。TikTok のフォロー、Twitter のフォロー、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、またまた次回皆さんお会いしましょう。それでは、お疲れ様でした。バイバーイ。